3月24日富士スピードウェイ。2024シーズンのスーパー GT 開幕を直前に控えたこの日、公式テスト2日目が行われた。天候は曇りだが、前日に降り続いた雨の影響で路面が乾ききらず、コースの一部が濡れた状態のダンプコンディション。午前9時開始のセッション3はウェット宣言が出された中でのスタートとなった。この日もまずはリードドライバー藤井選手がマシンに乗り込む。ダンプ状態の乾ききらない路面ではタイヤの選択に難しい判断が迫られる。そんな中、藤井選手がコースインしていく。午前中曇りで降雨はなかったが、午後には再び雨の降り出しが予想されていた。そのためセッション3は各チームともにドライタイヤでテストができる限られた貴重な時間となった。ダンプコンディションから徐々にドライコンディションへと路面が変化していく中、チームは状況に合わせてタイヤをマッチングさせていく。Dステーションバンテージ GT3 は藤井選手が32周したところでマルコ選手にドライバーチェンジ。公式テスト初日の午後に行われた模擬予選で1分45秒009のタイムを出し、上位となる全体3位でフィニッシュしたマルコ選手。彼も藤井選手と同様、前日は全く試すことができなかったドライタイヤでコースイン。前日の好調を維持しながらマルコ選手が周回を重ねていく。ここで少しタイヤの話をしよう。 F1 をはじめとする多くのレースシリーズがワンメイクのタイヤ、つまり一つのメーカーがタイヤを提供している。それに対してダンロップやブリヂストンなど4社ものタイヤメーカーがしのぎを削り合うスーパー GT は、世界の最も高いレベルでタイヤ競争が行われているレースの一つだ。スーパー GT 特有のグリップが強いタイヤ、マルコ選手がパートナーであるダンロップタイヤをマネージメントしながら自身のハンドリングをそれに合わせていく。セッション3が終盤を迎える頃、路面は完全なドライコンディションへ。マルコ選手がさらにタイムを上げていく。そして40周と多くのラップをこなした。
2人のドライバーが共に前日からタイムを上げる中、マルコ選手が出した1分37秒435が D ステーションバンテージ GT3 のベストタイムとなり、 GT300 のクラスに出場する26台中14位でセッション3をフィニッシュした。本番前の最後の公式テストとなった富士。多くの時間で冷たい雨に降られた2日間となってしまったが、さまざまなウェットタイヤ、ドライタイヤを共に実戦でテストすることができ、確かな手応えもあった。4年ぶりの復帰となる国内最高峰のレース、スーパー GT。 この4年間 D ステーションレーシングは WEC をはじめ世界のさまざまな大会に参戦してきた。その中でル・マン24時間レースへ日本のチームとしてエントリーすることは長年の夢でもあった。その夢がついに叶い、立つことができた世界最高峰の舞台。そこには世界の頂点からしか見えない特別な景色があった。世界の舞台に立ち改めて感じたのはモータースポーツの厳しさ。そして何よりもかけがえのないその素晴らしさであった。Dステーションレーシングリローデッド、再装填したという意味を持つ言葉、リローデッド。我々はこの言葉に新たなるマシンの準備は済んだという意味を込めた。そしてこれから始まる今シーズンのスーパー GT に挑む。4月13日岡山国際サーキットで行われる開幕戦、本番に向け最後の準備を進める D ステーションレーシング。今シーズンの活躍にぜひご期待ください。そして皆様からの熱い応援をよろしくお願いします。